はい、それではね、アイスが固まりました。おお、ちゃんとアイスになってる。では実際ね、食べてみたいと思います。いただきます。うん、はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日の動画は久々にスイーツを作っていこうと思います。まあパンすら焼かないんですけれども、今日はこちら高級アイスの代名詞ハーゲンダッツを真似していきたいと思います。で、今回のポイントになるのはこのハーゲンダッツの濃厚さと口どけの良さを自分で作るときどう出せばいいかっていうところをね、レクチャーしたいと思います。それではまずね、味見をしてみたいと思います。本編始まります。どうぞ。はい、今回のね、真似するアイスクリームは皆さんご存知、ハーゲンダッツです。で、アイスクリームって一口に言っても主に3つ区分けがあって、ハーゲンダッツみたいな濃厚なタイプ、ね、アイスクリーム、もう一個は、ミルクアイスって呼ばれるものだったり、ラクトアイスって呼ばれるものをね、3つの種類があるんですけれども、それは乳固形分とか乳脂肪分で分類が分かれてます。一番乳脂肪分が多いね、やつはアイスクリーム、一番高級と言われているものですね。ではちょっと試食しますね。うまそう。うん、やっぱり美味しいですね。やっぱアイスクリームの美味しさのポイントって口どけの良さと、あとは口に広がるミルクの風味っていうところなんですね。はい、結構濃厚ですし、あとはね、柔らかさもそこそこあって口どけもとってもいいです。うん、それではじゃあ早速レシピを作ってみたいと思います。はい、それでは本日の配合はこんな感じです。まあ、実は見ても分かるようにアイスクリームってすごい単純な素材でできてます。まずはアングレーズソースっていうね、まあ、カスタードにも似たような感じのやつをベースにして作っていくんですけれども、そちらをやっていきたいと思います。ではまずね、卵は5個分使っていきます。もったいないんですけれども、使うのは黄身だけで、白身はね、また別のシフォンケーキとかね、作るときに取っときましょう。アングレーズソースは卵黄を使っていきます。で、結構アイスクリームの作り方で卵を加熱せずに入れているものとかもあるんですけども、ごくまれに食中毒の原因菌とかがね、殻についてたりするので、今回はちゃんと加熱して使っていきます。まあ、だいぶ日本の卵だとね、安全だとは言われてるんですけども、他の国の視聴者さんとかもいるのでね。そしたらこの中にグラニュー糖を入れます。で、白っぽくなるまでね、混ぜていきます。で、そうだ、混ぜてる間に牛乳は電子レンジに入れて温めておきましょう。行ってきます。はい、だいぶ白っぽくなってきました。ここできちんと空気を含ませることで卵の火通りが均一になるんですね。塊があったらそこから先に火が通ってしまってボソボソっとしてしまうんですけどもね、よく混ぜるのが大事です。こちらね、湯気が出るまで温めた牛乳です。これを少しずつ注いでいきます。温かいとグラニュー糖がよく溶けるんですね。うん、これでベースが完成です。ではね、ザルでこしながら入れていきます。殻とかあった時にね、この時取り除けるので、中火で加熱しながら混ぜていきますね。このアングレーズソースは卵のね、熱凝固の性質を利用して固めるソースですね。ここに薄力粉が入ればカスタードクリームになります。で、これは沸騰させてしまうと卵がね、固まってしまうので、だいたい80度ぐらいで止めます。この加熱には卵臭さをね、消したりとか、あとは、殺菌の作用とかもありますね。そしてソースにね、とろみをつけるっていう効果があります。では加熱していってね、湯気が出始めたら火止めていただいて、
これは急激にね冷やします。これ少し冷やします。でこれもカスタードクリーム同様とても雑菌が繁殖しやすいんですね。なので急速に冷やして雑菌の繁殖する温度帯を超特急でね通過させようっていうような目的でね冷水に浸してます。はい、それではねこれから生クリームを泡立てていこうと思います。でアイスクリームの食感を決めるのはこのね乳脂肪分とあとはどれだけ空気を入れるかっていうところなんですね。乳脂肪分が多ければ多いほどまったりとした味わいがあるし、空気をたくさん含ませれば含ませるほど口溶けが早いようなね、溶けるのが早いようなアイスになります。だからハーゲンダッツみたいなゆっくり溶けていくアイスってここでの泡立てをね少なめにしてるんですね。空気がね少なければ少ないほどそれだけ一口あたりのねアイスが濃厚に感じるので、だからよりねリッチな味わいにしたければこの生クリームの乳脂肪分ね多めの方がいいと思います。あとはこちらの中にもねグラニュー糖入れていきます。では泡立てます。うん、今回結構しっかりめにね泡立てて軽い食感にしていきます。でちなみにこうハンドミキサーにね残ってしまったクリームはちょっと浮かせてね電源入れるとエンジン力で綺麗になります。はい、それではねよく冷やしたアングレーズソースを数回に分けて生クリームにね合わせていきます。泡つぶさないでね混ぜていきましょう。ちなみにバニラアイスのね黄色っぽい色は卵黄の色ですね。だから黄色みが強ければ強いほど卵感が強いアイスっていう風にね言えます。ちなみに今回はホイップしたね生クリームを加えてるんですけれども、生クリームを使わず作る場合はアングレーズソースをねそのまま冷凍させてちょっと固まってきたかなってところでガシャガシャとかき混ぜて空気含ませてまた固めてガシャガシャとかき混ぜて空気含ませてって数回に分けてやるとできます。ではね均一に混ざったやつを冷凍できるね容器の中に移していきます。この分が丸々アイスクリームになります。しかも今回は乳脂肪分 18% も使ってるので、乳脂肪分だけで言うとハーゲンダッツよりもリッチな味わいです。はい、それではこちらをね蓋して凍らせます。いってきます。はい、それではねアイスが固まりました。おお、ちゃんとアイスになってる。そしたらどれくらいね再現度が近いか食べ比べてみたいと思います。でも結構このサイズでアイスがね常備されてるとお子さんはテンション上がるんじゃないでしょうか。では実際ね食べてみたいと思います。いただきます。うん、すんごい濃厚なバニラアイスですね。うまい。じゃあこのハーゲンダッツとどう違うのかですね、ちょっと取っといてあるのでこれも食べてみます。うん、ハーゲンダッツの方がどっちかというとあっさりしてますね。自分で作った方はこっちの方は乳脂肪分をたっぷり使ってるので、イメージするのであれば牧場で食べるような
ソフトクリームみたいなミルク感たっぷりの味わいに仕上がってます。あとはやっぱりハーゲンダッツの方がバニラの香りが強いですね。でも私今回バニラエッセンスを入れてなかったんですけれども、こちらを加えていただくともう少し風味は近づいたのかなと思います。でもこのバニラアイスすごい美味しいです。うん、口どけもいいですし、よかったら皆さんも作ってみてください。はい、それでは本日の動画はいかがでしたでしょうか。ハーゲンダッツね、2個分ぐらいの金額でこんなにたくさんね濃厚なバニラアイスが作れてしまうので、ぜひ皆さんもこの夏作ってみて冷凍庫に常備してはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。